ライプツヒのコレギウムムジクムが演奏会を開いたゴッドフリート・チンマーマンのコーヒーハウスコレギウムムジクムは16世紀から18世紀にかけてのドイツ語圏で見られた民間の音楽愛好団体。コレギウムムジクムは多くの場合、市民、または学生から成り立っていたが、時折プロの音楽家が参加することもあった。原型は16世紀の宗教改革の時代。 成果を歌うためにプロテスタントたちにより形成された声楽アンサンブルである。これが17世紀に気楽アンサンブルへと変化し、18世紀に前世紀を迎えた。記録に残る最初のコレギウムムジクムの公開演奏会は1660年にマティアス・ベックマンの指導のもとハンブルクで行われた演奏会であった。最も著名なコレギウムムジクムは1701年に ゲオルク・フィリップ・テレマンが創設し、1729年から、ヨハン・ゼバスティアン・バッハが指導に当たった、ライプツヒのコレギウムム・ジクムである。ライプツヒのコレギウム・ムジクムは、ゴットフリート・チマーマンのコーヒーハウスで演奏会を行い、ゴットフリート・ハインリヒ・シテルツェルや、ヨハン・ゲオルク・ピゼンデルラも登場したことがある。なおテレマンはその後も1713年に、フランクフルト・アムマインで、 1722年にハンブルクでコレギウムムジクムを創設している。さらに1744年以降、アメリカでもモラビア系移民によってコレギウムムジクムが結成された。19世紀になるとコレギウムムジクムの名は捨てれたが、1909年にライプツヒ大学の教授であったヒューゴリーマンがコレギウムムジクムを再建してより、 各地の大学の古学アンサンブルにコレギウムムジクムの名が冠されるようになった。現在のこの名称はドイツの一般総合大学のアマチュアオーケストラの名称であることが多い。原則放課後の部活動扱いの運営を学生がしているが、哲学部の音楽学科がある大学は一緒に実践的な仕事をしていることが多く、一般に年に2回、それぞれの学期末に、 大きなパイプオルガン付きの大学の行堂で定期演奏会を催し、他大学や周辺諸国と交流したり、演奏旅行に行くことも多い。さらにこの部門には、複数の大学のアマチュアオーケストラが属していたり、大きなアマチュア混成合唱団も併設してあることも多い。また、大学の主催で、音楽大学の学生を定期的に呼んで、室内楽などを演奏させたりもしている。 古学器の収集や古学の研究も伝統的な歴史の立場から盛んである。ありがとうございます。